はい、と皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラバちゃんのユーロトラックシミュレーターおすすめ元をご紹介していきたいと思います。はい、本日ご紹介いたしますのはこちらでございます。見てみてください、このデジタルミラー。はい、なんとですね、私のこのハンドルの上の部分にリアカメラと右のですね、あのミラーカメラ表示されるというところで、めっちゃ見やすくないっすこれ。これデフォっすね。はい、なので結構もうこれでほぼ全てのこのこっち側を見なくてもですね、あの全ての画角が見えるということになっております。これほんとね、出たばっかりのモッドなんですけど、かなり使い勝手が良くて、でなおかつ SCS のですね、トラックの車両全部に当てはまると、あの使用できるということで、かなりの神モッドなんじゃないのかなと思います。はい、リアカメラ今までなかったんでね、あの別個でつけるやつありましたけど、セットのやつは今までなかったんで、かなり画期的なのかなと思います。はい、それでは早速なんですけども、導入方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということでまたリンクですね、概要欄貼っておきますんで踏んでいただけたらなと思います。はい、みんな大好きワークショップでございます。こちらインプルーブドエレクトリックリアビューミラーということで、はい、素晴らしいですね。メーカーによってとかいろいろこのね、割り振りがあるらしいんですけど、俺今使ってた中ではさっきのあのここに全部出るやつがかなり見やすかったので、はい、そちらがおすすめでございます。でブランドがですね、ダフ、イベコ、マーン、メルセデス、ルーノ、スカニア、ボルボということで、全部ですね、はい、このような感じで、まあさっき俺が使ってたやつですね、これこのいっぱい出てくるんですよ、このタイプは。でタイプでこうやって変えていくみたいな感じですね。これとかこれとかこっちにも出るみたいな、これね、これはあの普通ですね、左右に1個ずつとリアビューみたいな感じですね。これかなり素晴らしいと思う。でこっちはあのサブスクございますんで、で下に概要がありますんで、こちらの方を見ていただけたらなと思います。はい、ということでモッドマネージャーの方に戻ってまいりました。はい、こちらパーツなんで、パーツですね、はい、パーツモッドのところに入れていただければなと思います。ライトとかそういうところですね。はい、で、変更確認します。はい、とそうしましたら整備工場の方にやってまいりました。ここですね、アクセサリーで、でまあミラーのところですね、ここ選ぶといっぱい出てきますんで、リアカムスモールスリムってやつとか、まあこのカメラっていうのがあったりとかいろいろあるんですけど、で中で、このような感じで見れるんですよ。はい、これ今左右1個ずつっすよね。で多分ワンチャンなんですけど、ここで多分ね変えられましたね。はい、これで1個ずつこう見ながらこうやっていく。はい、スリム、スリムペイント、はい、どっかでね上にも出てくるはずだと思うんですよね。あ、出てきましたね。これ一番最初俺が使ってたやつですね。でリア、はいはい、スリムリア、リアスリム、これもちっちゃいやつですね。はい、ちっちゃいやついいかな、ちっちゃくていいかも俺。これ使ってたのか俺。でカメラ、スカニアのもしかしたら R はですね、上のやつないのかもしれませんね。ね、上のやつもしかしたらないかもしれません。はい、これノーマルだもんね。うん、これに関して言うとね、あのトラックのメーカーと種類によって、例えば S とかあと2009年式とか、俺今2016年式乗ってるんで、2016年式はこの形、これこれとかになってるのかもしれない、3つのやつじゃなくてね。はい、なのでそこはちょっとメーカーで皆さん選んでいただければなと思います。で好きな感じで、これに関して言うと、まあ、さっきみたいに左のミラーと上のリアビューと、右のミラー出せるんで、俺はちょっとこれが一番いいのかなと思います。でこれ注文確認するじゃない、でそうするとエンジン入れるとこんな感じで見れると。はい、すごいよね。
全部見えちゃうこれちょっとかなり俺の中では画期的なモッドなんで、まあ、これちょっと使いながら運転していこうかなと思います。これ見やすいよね、だいぶ本当に見やすいね、ほぼ全部見えるもんね。バック駐車もこれでいけちゃいますよ。ただまあこう振り向かないので、まあ、ちょっとこうあれですよね、交差点とかでこうやってあのティファちゃん 見たりとかね、あティファちゃんかわいいこう振り向くってことがあんまりなくなるかもしれませんけど、はい、まあ、これはこれでありなのかなと思います。はい、ということでめちゃめちゃ見やすいこちらのデジタルミラーご紹介いたしました。まあ、デフォのですねバニラの車両全部に使えるということで、かなり使い勝手がいいモッドなのかなと思いますので、皆さんぜひ参考にして入れてみていただけたらなと思います。はい、というわけで本日のこちらの動画良かった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、またね面白そうなモッドございましたら情報共有してきますので、皆さんそちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。